2013年9月9日 HBP ウェルセニュースです。今回のお話は、ニュースペーパーの方からまた出すわけなんですけれども、私たちが参考にしているレジスターオレンジカウンティの、新聞の中の、コロムニストですね、こう経済コロムニストの、記事が、毎回載ってるんですけども、彼の話によると、昨年から、今年の夏まで、なんとネーションワイドですので、アメリカ全体ですけども、全体で 20% の、プライスのインクリース、物件の価値の上昇があったわけなんですね。ただそのアメリカのヒストリカルな、経過を見てみますと、歴史的な経過を見てみると、上がったり下がったりはしてるんですけれども、右にこう直線を書いていくと、大体、カリフォルニアにおいて言えば、大体 4% ぐらいの、確率で、上がってるそうです。カリフォルニア 20% 上がったり 30% 上がったりしても、またその分下がる時には下がったりしましたので、横線を引いていくと、平均的に、4から5、4% と見た方がいいと思うんですけれども、上がってきてると。で、昨年から今回かなり の上昇がありまして、 20% という数字が出ているということで、こちらのジョナサン・ランスナーさんが、こちらで記事を、述べております。で、また前回の2008年バブルが弾けた時は、2003年から2008年まで上りに上り詰めて、大体5年ぐらいですね、上り続けていたと。これはあまり今考えるとヘルシーな経済状態ではなかったということに、なりますので、今ここに来てですね、9月からというのは大体スローダウンするんですけども、今回も少し、スローダウンしてます。それでも、来年には大体、今 20% 上がってきましたけど、今後は、4から5ぐらいの、割合で、年間ですね、上昇をちょっとの間続けていくんではないかということで、前のような異常な上がりがないというところは非常にヘルシーだと思います。それからもう一つ大きく取り上げられていたのはこちら、コンドなんですね。コンドミニアムのことが言われてますけれども、なんとコンドミニアムの上昇というのは今すごく高いんですね。で、ハウジングは 20% という形で平均的に去年から上がってきてますけど、今度はコンドミニアムはですね 26.7%、それからハウジングは 20%言ってますけど、18.6% の上昇と。で、コンドの方が、上昇率が高いじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、コンドミニアムというのは面白くてですね、物件が上昇している中では一番最後に金額がやっと上がってくるんですね。もう昔からこう家の一戸建てっていうのは去年の夏ちょっと前からこうどんどん上がってきてるんですけども、コンドがここに来て上がりました。家の上がってるスピードよりは遅いんですけども、今月では、コンドミニアムの方が上昇率が高いというふうに出ております。ただ今度下がるときは、今度はコンドミニアムが一番最初に下がりますので、インベストメントとしては、投資案件というか、でのインベストメントとしては、ショートタームであれば、フリップのような形であれば今度もいいんじゃないかなと。アソシエーションデューですとか余計な経費がかかってますので、長期で持つよりも、そういったタイミングを見て短期でというのも一つではないかなというふうに、思います。そんなところで、今回のニュース、また上昇の話でしたけれども、そろそろちょっと停滞してきたかなというところが、ニュースでも見られます。それから、今暑いですので、こちらではですね、プールの話題になってまして、カリフォルニアの方では、一戸建てでプールがあるのも決して珍しくないんですけれども、オレンジカウンティだけではですね、だいたい11万8000戸の、家に、プールがついているそうです。で、これがあると価値が上がるとか上がらないとかって噂がありますけれども、結果的にはその近所の、家が皆さんプールを持っていて、そこの一軒だけにプールがなければ価値がちょっと下がりますけども、他の家どこにもプールがなくてその家にだけプールがあっても、それを物件の価値で、を判断して上昇できるかというとそうではないと。もともとはそのホームオーナーの思考によって投入されるものなので、直接不動産の金額の価値の上昇につながるか、バリューアップのためにつながるかというとそうではないということが書かれておりました。参考のためにプールの話させていただきました。以上です。はい、先週の質問コーナーです。はい、どんな質問が先週ありましたでしょうか。先週多かった質問は、最近の新しくメンフィス物件を先月、はい、
まあ、たくさんあの新規リストに出したんですけれども、はい、価格が少し高くなったんじゃないでしょうかっていう質問をいただきましたので、ちょっとエリアが変わったんですね。そうですね、はい、あの金額があの上昇してるというわけではなくてですね、はい、そこまでは、まあ、メンフィス急に上昇しないんですけれども、はい、まあ、あのメンフィス物件私たちが今まで買っていたところは大きなヘッジファンドが今すごい入ってきてまして、そうです、ね、結構買われてしまっているので、はい、やはりそういった大きな競合とこう戦うよりは、ま、一軒一軒ね、私たち買ってますので、うん、ちょっと厳しい、なのでちょっと厳しいので、はい、エリアを変えてみました。それで、まあ、私たちが動いたエリアっていうのは少し比較的年収がもう少し高い方々が住んでるようなエリアに、あの私たちのこうターゲットを変えて、まあ、同じシェルビーカウンティーの中ではあるんですけれども、ね、まあ、ちょっとこう郊外に出たような感じでしょうか、はい、そうですね、はい、あのそのあたりに、買っておりますので、今のところはちょっとその大きな競争相手からちょっと あのあまり戦う意味がないので、そちらの方に移っておりますので、はい、金額がちょっと上がってるように思われると思うんですけど、家賃もね、家賃もその分上がってますので、はい、今後ともぜひ参考にしていただければなというふうに思います。はい、はい、であとは、もう2週間ほど経ちましたが、はい、日本でのセミナー、はい、大好評いただいたようですが、ちょっとじゃあお話いただけますでしょうか。はい、はい、ですね、8月の24日の日に、ブランチ会合という形で、まあ、初めて行った試みだったんですけれども、まあ、もちろんその最新のアメリカ不動産の情報と、はい、それからそのマーケットを読むのにはどういうポイントをチェックしたらいいのか、うん、はい、そういう話もさせていただいて、まあ、今回はなんと飛び入り参加、そうですね、飛び入り参加していただいた方が、はい、いらっしゃる、飛び入り参加でですね、企画にはなかったんですけれども、まあ、あの私の個人 の、あの資産を扱ってくれているトラストの弁護士さんがアメリカから、まあ、ちょっとあと他にもイベントがありましたので、うん、日本にいらしてたんですね、はい、で、まあ、あの遊びに来てくださって、まあ、その時にあの突然のこの話だったんですけど、うん、皆さんに紹介することができて、まあ、あの彼もそこでトラストのあの、はい、意味とか日本人でありながらどうやってアメリカの不動産を保護したらいいのかっていう話を、うん、まあ、専門家なんでね、うん、彼から直接話が聞けたというのは皆さんすごくあの最後のアンケートにも、ね、ほとんどの方が非常に良かったですということで、はい、話を聞けて良かったというのがアンケートで非常にたくさん、はい、はい、いただいてます、はい、あのちょっと企画にはなかったですけど、まあ、面白い企画だったかなと、まあ、ちょっとねあの今あの不動産投資始められた方はもし興味があれば連絡いただければこちらからお話しすることもできますので、はい、これからもよろしくお願いします。